おはよう、ジャーニー。ほら、フェブリ、渡すのがあるんじゃないの？忍にあげるの。フェブイが作ったんだよ。私にも忍、私もあなたたちに見てもらいたいものがたくさんあるわ。国外の研究機関で2人の検査と再調整か。残念ね、せっかくみんな仲良くなったのに。ありえないくらい寛大な処置よ。まるで事件の記録すべてが私たちに都合よく書き換えられたみたい。そう？電子的な記録はまあわかる気がするんだけど、ただ一部人間の記憶まで改ざんされている気がするのよね。ああ、まあプライドとかいろんなものを捨てればそういうことも不可能じゃないのかも。多分今度は私の番ね。大丈夫、きっとできるわ。私ももう一人じゃないから。そっか。ええ、行こっか。今からなら午後の授業間に合いますね。そうですわね。どこかでお昼買ってこうっと。ほんと退屈しないわね。お姉さまといると、美坂さんといると。それってどういう意味？